ポンパンポーン。クワン村のみんなには迷惑をかけちゃったな。けどみんなにもレウスのことをちゃんと知ってもらいたい。ライダーさんとの絆の力があれば破滅の力を抑えることができるんだって。お？どうしたのナビル。また視線を感じるぞ。きっと俺のファンが追っかけてきてるんだ。おーい、恥ずかしがってないで出てこいよー。おお、びっくりした。君はこんなとこまで追っかけてこなくても、まあいいや。また肉球でよければ何回でも押しちゃうぞ。そんなものはいらない。あ、変装欲しいのはレウス。おとなしくそいつを渡せ。なんだ。ハンターの追ってずっと私たちをつけていたのね。ああ、そうだ。お前らが俺たちを欺いて島から逃げ出した時からだ。お前あの島にいたのか。お前たちライダーのくだらない祭りに招かれていたからな。くだらないだと。レウスは崇めるものでも絆を結ぶ相手でもない。人に危害をもたらすモンスターだ。その証拠に島のレウスのせいで父さんは大怪我をした。これ以上好きにさせるわけにはいかない。この目で見た。そのレウスは破滅の力を持っている。こちらへ渡せ。このレウスはライダーさんのお供だ。お前たちなんか絶対に渡すもんか。なら奪うしかないな。お前らお手柄だった。親父さんも喜ぶぞ。ピンとこないんだよね。捕まえろ。やめろレウス。やめなさい。武器を下ろして。リリア、リリアじゃないか。ナビル、お前こんなとこで何やってんだ。リベルト、二人ともいいところに来てくれたな。知り合いなの。ああ、ここで会えるなんてラッキーだぜ。リリア、レウスを話してやってくれ。あいつはライダーさんのお供なんだ。それはできない。マハナ村から逃げたレウスを捕獲するのが私の、いいえ、諸死体の務めよ。ルルシオンへ帰還します。レウスを降りへ。邪魔をするなら容赦はしないぞ。いい加減にしろ。レウスのためならこの世界が滅んでもいいっていうのか。やめてくれ。レウスを返してくれよ。話は改めて聞かせてもらうわ。私たちと一緒に来て。リリア、プニュッタ、何すか。いいのか、お嬢。その呼び方はやめて。おう、そうだったな。今は従うしかない。ベイビーダーマーストレです。モンハンストーリーズ2パート6-7.7後続き実況していきたいと思います。いやー、ついに捕まったな。でまさかここでリリアと
リベルトに会ったな。奇跡の再会。再会じゃなかったな。勝手に自分が再会しただけ。レウスはどこにいるの？あの子とレウスを話してはいけない。話してはいけない。話さないで。落ち着いて。ただみんなから話を聞きたいだけ。ほんま？レウスは諸子隊が預かります。分からないでって言ってるんだ。リリアはライダーと一緒に育ってきたんじゃないか。ライダーとオトモンが絆で結ばれてるってことはよく分かってるはずだろう。でも諸子隊じゃん。それはそうだけど、私は今諸子隊の一員としてここにいるの。ほら、それにたとえ絆で結ばれていても、破滅の翼を持つというレウスを放っておくことはできないわ。わからずや。頭でっかちのバカ真面目。そんなバカ真面目って何よ。ムキになったらいかんって。フラフラしてるだけのナビルーに私のことはわからないわ。フラフラとか言う。フラフラなんてしてないぞ。俺はふわふわでモフモフだ。そういう話じゃない。私たちに聞きたいことがあったんでしょ。話をしないの？こいつに話戻されてる。そうね。あのレウスについてあなたたちの話を聞かせてちょうだい。わかった。知っていることはすべて話す。こっちも知りたいことがあるの。レウスのことは誰から？あいつじゃないの？ハンターズギルドからよ。マハナ村から破滅の翼を持つ伝説のレウスの卵が持ち出されたって。あいつ経由でかな。各地で起きている異常事態と破滅の翼のレウスは無関係ではないと考えている人たちがいるわ。まあ異常事態というのは大穴のことね。ええ、大穴が出現してそこから奇妙な光が発生するという事件が相次いで起きている。まあそうだろうね。それにレウスたちはどこかへ飛び去ったまま、まだ行方はつかめていないわ。ああ、確かにそうなんだ。リリアは伝説を信じるのか？わからない。破滅の翼を持つレウスが原因で壊滅した村や町があるという記録も残っているし。で、なんで私ばかりが話しているのよ。話を聞きたいのはこっちなのに。そうね、あなたが一番知りたいことを話す。確かにあのレウスはとてつもない力を秘めている。それじゃあ破滅の翼を持っているというのは本当なのね。ある意味においてはそうだと言える。一概に言え。破滅をもたらすとは限らない、うん、力を知り受け入れることができれば。ま、力を知って受け入れるって、そんなことができるの？できるじゃない。するそれができるのはこの子だけ。レウスと引き離してはいけない。できるんじゃない。するんだ。こいつらが本当のことを話しているとは限らないぞ。なんでそんなこと言う。おい、リベルト、俺たちの味方をしてくれないのかよ。甘えるな。キノコあげるから。本当だって言うんなら自分の力を証明してみせろ。虫ぶん投げるからな。ちょっとどうするつもりなの。こいつらの力を試してみたらどうだ部隊長。話が本当かどうか確かめるには手っ取り早い。まあいいだろう。わかったわ。話を信じるかどうかはそれからにします。よかろう。リベルト、あなたも付き添って。おう。な、俺も？当たり前だろ。いやー、でも今日は予定があるし、俺よりちゃんとしたやつに頼んだ方が。リーダーシップ。つべこべ言わない。さあ行って。うん、来い。はいはい。私はここに残るわ。バイバイか。レースに何かあるといけないから。いいわね。レウスに合わせることはできないわよ。構わない。でも何か起きた時にどうすればいいかあなたたちにはわからないでしょう。わからないでしょう。わからないでしょう。レウスには私がついているから安心して。そうか。すぐに戻ってくるから待っててくれよな。うん、多分すぐには戻る。気をつけて。
気はつける。あと部隊長、これシモーヌから預かり物。シモーヌ、どうなの。シモーヌ隊長からこの手紙を。アドバイスでも書かれてるんじゃないのか。じゃあな。